はい、キラキタ放送終了後の反省会でございます。本日もご覧いただきましてご参加いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。さあ、大輔さんがこっち来ました。はい、あのさっきのあの東京のスタッドレスとかの話あるじゃないですか。はい、あれなんかもう条例が変わっただか変わるだからしいですね。その、うん、スタッドレスかそれともチェーン付きのタイヤをはめてない状態で立ち往生とかしちゃったら罰金とか、うん、そうなるらしいですね。うん、いやでも正直それぐらいした方がやっぱり皆さんを守るためにもなりますもんね、やっぱり。うん、ね、もうなんであえて消えたんですか。うん、あえてこの映像ちょっと面白いな。なんであえて消えるんですか。誰と喋ってんだろう、不思議かなと思って。そうしますじゃあ。ちょっと今あえてやってみて。あえて消えていただいて。うん、でも本当に危険ですからね。この間も結局立ち往生しちゃった人いたみたいだしね。でも実際無理だもん、うん、ね、動かなくなるもんだったよ ね、室蘭も札幌と比べると雪ないので急に降られると大変困りますと。室蘭、そうだね、札幌よりもないですよね、室蘭っていつもね。だからあんまり降らないところで急に降ると怖いですよね。うん、これでも積もる雪だね、今降ってる感じは。そうですね、うん、何センチ、ね、かなり何センチかは積もりそうな感じだね。とうとうそうきますか、あなたは。もうダメだよ、マスクドミミさん、チャリ乗ったら。そうですね、先週が経営なんかマスクドミミミさんみたいな人が ねチャリ乗っていきました。ダメだよ、あれ、うん、もう無理。でもなんか気温だけで言うとあれですね、やっぱりその雪降ってない時の方がなんか寒そうじゃないですか。だってマイナス7度とかありましたもんね、うん、普通に、うん、そうだね、寒かったね、あの日。やっぱりだから降るとちょっとやっぱり違うんですね、うん、体感的にも若干暖かく感じるんですけど、うん、もうだって11、今月はもう寒くて寒くて、うん、もうどうしようかなと思いますもん、あれは、うん、体も全然慣れてない時ですしね。うん、で僕ね、はい、札幌に雪が積もったの見てないってね。見てないですもんね、あなたちょうどいなかったですからね。僕今日初めて積もったみたいな気がしてるんでね。違うんでしょ、はい、違いますよ。すごい降ったんでしょ、はい、1回降りましたよ、ね、であとは僕の知り合いで岩見沢の方がいるんですけど、あ、はい、岩見沢とかもやっぱすごいもう積もっては溶け積もっては溶けの繰り返しらしいですね。ね、水門の力士でもいたもんね、前ね、岩見沢大雪。そうですね、岩見沢といえば大雪なんですよ。もうそこはやっぱり大変ですから、ね、あれ年に何回かあるんでしょう、ね、2階から出た方が早いらしいですね。ツイッターでいるもんだって、実際に去年も一昨年も、うん、あの2階から出ましたっていう写真を送ってくれる人いたもん。2階から出たことあります？皆さん、どうですか？どうです？僕1階に住んでるんで2階から出られないですもんね。すいません、ちょっと2階から出してもらっていいですか？誰かのお家に行かないと出れないですもん、それやっちゃうと、うん、うん、いやいやいや、恐ろしいですね。でも子供の頃ありましたよ、2階から出たっていうよりは、うん、まずあの玄関自体が鎌倉みたいになってた、うん、鎌倉みたいに、うん、あの掘っていって出られたことありましたよ。なんかでも玄関のところだけ掘っていくっていうのありますよね、うん、そこだけこう穴を開けないといけないみたいな。だから家に入るのがもうなんかあの淡路島の鎌倉みたいになったっていうことをありましたよ、子供の頃。でしかもだから不運なことにというか、なんというか除雪車が通る道沿いのお家の人って結構、うん、その辺あんまり考えられないんですかね。なんかバーって避けられる人とかもいますもんね、そうそうそう、家の前にバーって浮かれるんだ、ね、うんうん、だから僕はちょっと恵まれてるのか、僕の住んでるところは除雪ずっと入るんで、うん、その辺の最近もうずっと雪かき自分のとこやってないですけどね、うん、育志園さん、今年最後のキラキタは12月27日ということで、ピンポンピンポン。まあ札幌村ラジオ自体が28までやってるんですもんね。そう、今年最後のキラキタは2016キラキタニュースとかどうでしょうかということで、
だって1位は決まってるんだよ。なんすか。あなたはいない。そうですね、なんすかって聞いちゃったけど、あなたはいない、あなたが倒れる1位と2位決まってるじゃんけど、もうなんすかって聞いたけど、そうっすね、海坊主がいないと海坊主倒れるで、もういいじゃん、ね、ダナちゃん卒業でもう決まっちゃったよ。そうですね、トップ3決まって、そうすね、俺の名前一つも出てこない、なんすかその中にいないですね。でもそうですね、今年1年決まってんじゃん、キラキラはね、うん、そうですね、ね、あでももう本当2016も終わりますよ。ねえ、雪か。キラキタニュース、うん、あの僕はやってもいいんですよ。うん、僕はやっていいんだけど、うん、あの全体的に明るいニュースがない。今年はそうですね。キラキタニュース。2016は特にないっすね。明るいニュースがない。まあ、間接的に言うとやっぱりおにぎり温めますか、あ出させてもらったりとかはありますけどね、うん、で直接的に言うとでも2016はキラキラはあんまりいいことがないですね、本当怖いよね、そんな1年でしたよ、そんな1年でした。上相撲的にもね、はい、結局交流会行けなかったっていう、そう全国交流会は行けなかったんですよ、行けなかったですからね、まあ、来年は早々にありますけどね、はい、うん、だけど2016年はなかったっていうのがちょっとね、うん、そうですね、なんか、うん、寂しいよね、やっぱり、うん、その分来年ちょっと頑張ってね、家族で1個だけじゃなくてっていうのは考えてますけどね、はい、うん、だからね、まあだから、うん、まあ、2016を振りキラキタニュース振り返るというよりは、うん、2017どうしてこうみたいなのがいいんじゃないですか。そうだね、うんうん、2016に関しては2016に関してはあの なんだろう、今年は特に振り返りたくないね。そうですね、うん、僕ももう忘れたいですもんね、こんなにポンコツだったかっていう感じですから。ああ、ポンコツってね、大変だったね、ほんと健康、ほんとに健康って大事だなって思わされた1年ですからね、うん、ねえ、エクスチェンジさんも大変だったんじゃない。そうですね、特に最近は ねちょっと体調崩されてることが多かったようなので、うん、うん、だから2016に限ってのを振り返るよりは来年のことを考えた方が楽しいんじゃないかなと思いますね。たださ、はい、札幌ね、はい、こんなに冬早いとさ、はい、僕はもうちょっとね厳しいな、冬疲れみたいなところあると思いますよきっと。今年厳しいなこれ。もう10月からねそんな寒くされたらね、うん、いくらずっと冬を越してきた体でも、うん、そんなに長いことされるとちょっときついです ね、 ね、もうだって正直見たくないですもん。もうだって感覚的には1月2月な感じですよ、ね、もう冬の感じとしてはこれから冬本番ですから ね、 ね、僕なんてあれ今日の木田商店さんの上水も、ね、はい、木田商店さんのハッピールームで僕泣いてたんだから寒くて泣いてたかどうかあれですけど寒かったですね、ずっと厳しいなってずっとでしょ。ずっと30度にしてたんですよ暖房を、ね、一向に暖かくならない。もうあと残り1時間切りましたぐらいでやっと若干暖かくなったから何やるいやだからね、もう我々もあの対策としては温かい飲み物を途中で買っていくとか、ね、もう苦肉の策としてそういうことしかできないですけどね。ただその温かい飲み物がね、はい、開始1時間しないぐらいにね、すぐ冷え、冷たくなってたんでね、すぐ冷えでもね、今ちょっと勉強になったなっていうのは、その温かい飲み物でも500のサイズのがあったりとか、うん、そうそうそう、あとあれって電子レンジで1回なら温め直せるって書いてあったんですよ、うん、そうそうそう、で木田商店さんのアピールに電子レンジあったなと思って、うん、ね、駅を終えようとね、うん、台所行ったらね、そうそう、あったはずのところないんだよ。ないんですよ、少なくとも夏まではあったんだ。あったよ料理作るって言ってたんだから、そうですね、あの24時間で、本当は牛乳パック亀相撲のね、24時間放送の時にはもうあの台所は最高だと思う、電子レンジあるわ、もうキッチンあるわね、うん、そしたらなんか軒並みなんか良さげなやつなくなって冷蔵庫はあった、冷蔵庫はありましたけど他のものなんか何一つなかったよ。だから今の僕らにあそこでキンキンに冷やすものがない、うん、ないですね、あの中に入れて保存するものない非常にね、気になってたのもすごい使いやすいんですよ、はい、すごい使いやすいんですけど、うん、ちょっと季節がね、そうですね、ちょっと季節違った、うん、
からちょっと電子レンジをまた置いていただけるとすごい助かる。まあいいんだけど。すごいすごい必要とかだったわけじゃないんですけど。でも、ね、あったの違いますよ。あったものだったの。飲み物温められるし、そのなんか肉まん的なものを買っておいて。肉まん買ってたんですよ。だから先週もそうなんですよ。肉まん買ったけど、秒で冷たくなって、電子レンジ使おうともう使わせてもらおうかなと思ったら電子レンジなかったんです。ちょっと温めてね、あったかいものを食べようと思ったんですけども。だからね、電子レンジあるとないじゃね、だいぶ違いますよ。もう電子レンジ持ち込みますかもう。あーいいね、うん、ポータブルポータブル的なものあんのかないのかそういうポータブル電子レンジで具選さん、インフルエンザとかもなんか知らないけど入り出したからねということで、まあインフルエンザまた毎年ねこの時期ね、具選さんも8月の終わりですよ肺炎になって大変でしたということでね、その肺炎だったりとかインフルエンザとかね、そのマイコプラズマ肺炎とか、ね、うん、あるね、この時期は流行りますけれどもね、うん、やっぱりそのでもね僕言われたことがあるのがインフルとかかかるじゃないですか、うん、で予防接種とかをしないで、うん、インフルとかをかかるのはどうなんだみたいなこと言われたことがあって、うん、まあまあ一理あるなと確かに、うん、その予防接種あるよってなって受けてないのにインフルエンザかかっちゃいましたしんどいですって言っても、うん、それは体調管理がなってないんじゃないかって言われたことがあって、うん、僕ちょうどそのかかった時になんてひどいこと、予防接種受けたことないんでね、確かになんてひどいことを言うんだ、うん、そういうふうに言われたことがありましたけど、うん、まあまあその人連れてきてとりあえず連れてきますね。いやだからなんかもう予防接種第1位みたいになってるその人の中ではなんかその予防接種部門第1位なんかその人だからそうなんでしょ、そのベスト10とかがあったとしたら風邪の予防の第1位は多分予防接種、ね、予防接種はねそれどうなんだろう逆に、まあ、まあ確かに一理あるなと思ったんですよ、うん、その予防接種とかも受けないで、うん、何がもうしんどいだと、うん、って言われて、今ワクチンがチャンピオンですよ、ワクチンチャンピオンねその方の中でワクチンがチャンピオンだ、まあ、受けられるなら確かに受けた方がいいかなと思いますけど、うん、ただ型があるじゃないですか、うん、そうそうそう、だから全部の型を受けないとパーフェクトにはならないわけですよ、そう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 、あ、ね、だからね、まあ、それもだから一概には言えないですけど、まあ受けられるなら受けといた方がいいかもしれないですね。だから予防接種受けたからって言って 100% それにかからないって保証ないんですよ。ないんですよ。あれでしかもだから予防接種って結局その菌じゃないですか。ね。はい。うん、夜とか普段何時頃寝ていますか、エクスチェンジさん。うん。ああ、日によってバラバラっすね、僕はね。バラバラだろうね。はい、バラバラっすね、うん。でもね、やっぱ夜は夜でね。まあ、まとまった時間とか取れたら寝るよりもなんかしちゃったりとかするんで、うん、うん、だからね、でも睡眠時間も大事っすよ、やっぱり、うん、僕こう本当今年体調崩して思いましたけど、だから退院した直後とかはやっぱり1日最低6時間以上は取ろうかなと思って、まあ、心がけてましたけど、うん、喉元すぎればじゃないですけど、なかなかやっぱりねまとめて取らなくなっちゃったんで、また崩したりなんだりっていうことが多分僕続いてるんで、うん、睡眠はでも本当大事です、多分ね、うん、そのワクチンよりも僕は睡眠とかそっちの方がいいような気がするんで、だから結局ところワクチン接種してもやっぱり普段の、ね、生活がやっぱり乱れてたら、はい、食べ物も含めて、うん、食事を取ってる取ってないとか、はい、で結局もらうものはもらうよ、うん、そうですね、ね、まあ、だから睡眠は大事です、皆さんね、確かにワクチンの接種は大事ですけどね、うん、それはそれで必要なことだと思いますけど、結局やっぱりね、そのご飯ちゃんと食べたのってさっき言われたけど、ね、ね、ご飯食べたかっていうのとね、寝たかっていうのもね、大事じゃないかな、そういうの。じゃあ、あとはね、ご飯を何を食べるのかっていうのもやっぱり大事かなと。そうだね。だけ崩してちょっと思いますね、やっぱり。うん、そろそろだからね、まあ、まあ、断ることに僕言ってますけど、そろそろちゃんとした。その健康を考えた食事をと取れれば一番いいかなと思ってるんですけどね。ミボーズさんが考える健康を考えた食事のイメージなんだろう。やっぱ和食っすかね。小鉢がまあ小鉢じゃなくてもいいですけど、まあ小鉢的ななんかね、さっきのね手がね小鉢だったんですよね。まあだからやっぱりそのお魚ですとか野菜ですとかね、うんうん、そういうのが中心な食事が、うん、まあ、少なくとも今の自分には足りてないのかなと。
多分ちょっととりあえず今ね小鉢持っといて、ね、雪いっぱい集まるからすごい小鉢あれば小鉢あれば、ね、すぐ雪乗るからそうですね今すごい降ってる降ってますね、うん降ってますよこれがまたねここに雪の壁ができるんですよ見せますねこれどうやってるかカメラ動かしますよいしょこれ見えるもう白くて見えないっしょ真っ白ですね降ってますよもう一つのカメラは、海坊さんがどれぐらい降ってるか、はい、今手で表現してくれますひどいなこの番組はひどいなそれ何それホーンテッドマンションしんしんと降り積もる感じを表したよ震えてたらこうですよちょっと待って、ちょっと待ってもう一回見せてもらっていいホーンテッドマンションこれそうじゃないのいや、まあまあ近しいものはありません、ね、だからホラーもドヨーンって感じじゃないですか、ええ、だからこれもだからしんしんと降り積もる感じがちょっとどっちがあってるのちょっともう一回やってもらってもいい、はい、しんしんと降り積もる感じ、はい、か、はい、もう一回ホーンテッドマンションホーンテッドマンションだよ多分ホーンテッドマンションだよそれこんな感じこんな感じね、本当に見せないっていう。って言ってたらちょっと吹きすさんできます。すごいよこれ。ちょっとって心身とってやってたら吹き始めてる。怒ってんだよ。怒ってんだよ空が今。そんなで表現すんじゃねえよ。夜一山並みに怒ってるよ今。そうですね。そんなで表現すんじゃねえよ。すいませんでした本当に。ほら怒られますよ。より強くなって、より強くなって。ちょっと今の状況ちょっと教えて。それ何それ。これはだからちょっと横にこう風が。463のダブルプレイみたいな。3人を。463のダブルプレイだよそれ。そうですね。ちょっと見せてもう一回463のダブルプレイ怒ってんだろすごい怒ってるよフレッシュなものだから見せますよこうさっきより振り方が強いんですよ強くなりましたねすごいよこれ、うん、横殴りになってきましたよちょっとああ傘差してる人いるけどこれ傘じゃ意味をなさなくなってきちゃってんじゃないかなねえ、あほらほら今風でやられてる、危ない危ない危ない、風でやられてる、ふわしてますね、気をつけないとね。ユーストリームご覧の方の方のカメラはですね、これ海坊さんが今の状況を教えてくれます。ねそうだったね。今そうだったね、確かにね。いやーちょっとね、これから冬だって思うとちょっとやるせないっすよね。そうだよ、もうなんか冬一回越したみたいな感じ。気分的にはこれどうすんのこれ11月でもうこんな状況だよ寒いし何度まで気温下がるんですかねこれはいよいよこれ今日話してたんだよね、はい、あのマスクド・ウミウミ選手、はい、キャンプ連れてこってそうです ねシベリアの方シベリアの方に、うん、っていう中継ができるんじゃないかそうです ねいつもサイパンでぬぐぬぐしてまあ、裁判に見えないんだけど、あれそうですね、全然裁判に見えないですけど曇ってる裁判ただの空き地なんですけど今回シベリアでトレーニングしてもらおうかなってそうですね、なんかとある何かと戦ってもらおうかなと思ってるんですよやっぱシベリアというのね、はい、いろんなのやるというのはね、うん、なんかそういうのも取れるかなと思ってねねえ、かつてのね、往年のね、はい、プロレスラーだったり、はいなんかね、柔道家とかがね、よく動物と戦ったりしてあったけど、まあ、ああいう映画欲しいなって。なぜ柔道家って熊と戦うんですか熊殺しっていたね。なんで熊なんですか柔道は。別に柔道じゃなくたって熊を倒せばいいと思うんですけど、うん、なぜ柔道は熊なのか。いたな、熊殺しのウィリー・ウィリアムス選手って言ったね。そうですね。僕も全然覚えてないけど、年代的には。名前しかわかんないけど。なぜ熊を。ね、地獄車で飛ばさなきゃいけないのか、ね、政権的にただね、うちのマスクもやりますからやりますね、うん、その映像今度撮ってきますから、はい、シベリアの動物たちを倒してくるって、ね、はい、
鑑賞している様子、そうですね、あとインタビューも、はい、含めて調理直後のインタビューもうしっかり撮ってきますから、そうですね、ノーカットで、ノーカットでノーカットでお届けしようかなと、ノーカットですね、ね、あ、まあしょうもないですけどね、しょうもないですけど、まあ、いやだ今日いい絵撮れそうだったんだよね、そうですね、今日良かったですね、今日良かったよね、ただちょっと雪が足りないんだよね、ちょっとシベリアには、もうちょっとですからね、もう少したらシベリアの様子っていう、でももうだって今日ここでこんだけ降ってたらあっちもだいぶ降ってると思います、あ、そうだね、来週には撮れるね、はい、毎週だからちょっと寒さ対策を何かしらしていかないと、うん、結構きついと思うんですよね、結構きついね、皆さんの地方は大丈夫ですかね、みんな寒いんでしょ、でも全国的に、うん、ね、富士山とかすごい雪積もってたもんね、雪崩の注意報とか出てるんでしょ11月に11月にすごいっすね、富士山まで降るんだもんね、どうなってくんすかね。これやっぱり温暖化のなんか影響とかあるんですか。ね、誰で温暖化って言ったの。北海道は何も温暖な気がしないよ。そうですね。氷河期じゃないか、どっちかっつったっていう。氷河期また再び来るんですかね。ね、氷河期ってあれ、ね、なんかこうもう、もう良くないですか、冬にその雪積もるの。うんうん、誰が喜ぶんですかこれ。スキー関係者。ああ、ウィンタースポーツの方が。あ、でもいいのか、あのアジア大会やるから。まあまあ、まあ、ね、そうですね。年明け。だからそれはね、雪あった方がいいもんね。そうか。確かにですね。うん、あとね、この間何日か前にフィギュアのあったね、幕間内でやつね。うちの近所のやっててね。ね、羽生君も喜んだんじゃないかな。そうか。でもそうかと思って、フィギュア関係ねえんだけどな。そうそうですね。全くフルの関係ないですけど、だそれをウィンタースポーツをする方はでも人工のね雪とか、うん、それこそその氷だって人工的に晴れるんだから、うん、ウィンタースポーツする人はそういうとこ行けばいいんですよ。うん、でもだからもう雪降んないようにしてくださいよ。なんかそれこそどこだっけ、この間のオリンピック。ああ冬の、はい、ソチオリンピックだった時、はいはい、あの時なんかほとんど人工雪だったでしょうね、うん、それできるんだったら街中は降ってないみたいなね、それできるんだったらいいんですよ、別にこういうとこで降らなくても、もうね、うん、雪必要な人だけ雪を降らす、辛いよ、うん、ね、もうそれだってそれね、雪でこうね、事故起きたりとかが多発するわけですよ、うん、なんかウィンタースポーツするときは人工の雪で頑張ってもらって、それ以外の時には降らないようにするっていうのが、うん、いいんじゃないですか。まあね、そうしましょう。ここのところ札幌は雪がね、うん、そんなに多くなかったんでね、うん、感覚的にはそれにまあ若干近いような、ね、感じもあったんだけど、うん、今年はこれね、やだね、何回も雪かきしなきゃいけないみたいなね。そうですね、早いですね、ちょっと、うん、冬疲れしますよ、絶対。皆さん冬疲れってわかんないでしょ、うん、冬疲れってどんなのかっていうとね、喋、うん、りたくなくなるんですよ、そうですね、喋りたくなくなる、喋りたくなくなります、わかります、皆さん喋りたくなくなる感覚、喋る気力もなくなるわけですね、朝一で、うん、外に出る用事があって、うん、玄関から外に出る時から、うん、しばらく喋りたくなるでしょ。そうですね。喋りたくなるですね。何も言葉は発しないし、喋りたくないっていう。なんでしょうね。だから誰にとっても得がないんですよ。うん、ね、朝起きたくない、布団から出たくないとかってなるわけですから。うん、もうそれはいいんじゃないですか。たださ、引退されても冬さん。たださ、うん、札幌の人たまによくこの辺でも、うん、この札幌のラジオのそばでもたまに見るんだけど、うん、真冬の氷点下でたまに半袖脱いでるよね、うん、たまにいるよね、いますね、いますよ、まだ今年見てないけど、僕は見ましたけど、見た、もう見た、早いね、見たよね、いるよね、でもあれどういうことなの、何なんでしょうね、これあれはだから何が良くてああなるのか分かんないですよね。
ね、だからそういう、なんでしょう、変質の者の方と似たような感覚として捉えざるを得ないですよ。もうそういう格好したいんでしょ、ね、あなたはと。ただ見てる側としては、うん、こんな寒い中でそんな格好で走られたらこっちも寒くなるんだよっていう、そうそう、うん、感じになりますから。なぜ今半袖である必要があったか、そんなに着るのめんどくさいのか。半袖短パンでね、うん、たまにいるでしょ。いますよね。なんか雪玉ぶつけたくなりますもんね。ね、で雪玉ぶつけられて思えばいいんですよ。こういうことをされる時もあるから、ちゃんと袖はあることにしよう、うん、長袖にしようってね、うん、あれはね、良くないですよ。あれだって子供が見て真似しちゃったらどうします。だって風邪ひいちゃいますからね。ね、教育上良くないですよ。のび太くんですよ、要は、うん、要はドラえもんで出てくるのび太くんですよ。のび太くんだって長袖になりますからね。短パンは短パンかもしれないですけど、うん、のび太くん以下ですよ。のび太くんでもあれ雪降る時って着るよね、うん、着ます着ます。雪降った時だけ着るよね。着ますドラえもんのあの、はい、あの街。そうです、うん、だから雪降った時は着なきゃダメなんですよ、ドラえもんですら。着てるよね、ドラえもん。着てねえから。ドラえもんは着てない。ドラえもんたまにマフラーしてるね。してますね、うん、あれなんでマフラーだけなんですかね。あの人一番演出者だよ。演出者ですよ。マッパにマフラーだけですあの人一番やばいよ。そうっす、通報されるよ。いやだから僕が変質者だと思うキャラクターの中の3本指にはやっぱりドラえもんさん入りますよ。ドラえもんね。僕は一番変質者はプーさんだと思ってますけど。プーさんはね、クマのプーさんもね、プーさんはトップ変質者だと思ってますけど。クマのプーさんはなぜあれなんだろうね。あれは卑猥ですよ。上は着てるけどね。T シャツ1枚着てもう全部あとは酒出してるんですよ。あんな格好で蜂蜜食べたいって言われてもね、蜂蜜をこの人に与えてるから。しかも名前変えてるからね、大体。プーだけならましょう、ウィニー・ザ・プーって書いてますから。自分の名前を書いた T シャツだけを着て、うんうん、あんな蜂蜜食べたいって言われても寄ってくんだよね。蜂蜜をあげることはできませんよ。しかもたまにドジだからさ、はい、蜂蜜の壺に頭突っ込むない、ねね、だから蜂蜜に、ね、うん、壺に頭突っ込んでる演出じゃないですか。そうですね、頭蜂蜜壺体 T シャツっていう変質者です。下に入れるんだろ、まだしも。そうですね、下に行けば行くほど薄くなってくるんですよ。ああ、ダメだ、あれは、すぐ通報だよ。僕の中ではトップオブ変質者は、ね、今の時代にあれはダメだよ、トップオブだね。トップオブ変質者ですね、あの方はね。真似したくないですね。ダメだね、あの一生懸命ツボ抜いてるけどさ、そうじゃねえんだよ、一番見えてるとこあんだよ。そこじゃないんだよっていう、そこを出す前に他のとこ隠してくれる話なんですよ。確かに、すごいね。あれを考えた方はどういう、いや、やっぱ天才なんでしょうね、うん、我々とはやっぱり思考回路が違うわけですよ、うん、確かに。キャラクターを作るときにああいう格好を思い浮かべないですもんね、うん、そんな、だってこんな卑猥なものを描いたら誰かに喜んでくれたって思っちゃいますから、うん、卑猥ですよ。卑猥ですね。絶対捕まりますよ、うんうん、確かにね。警察の方が黙ってないですね、あれは。ね、うん、だからあれですよ、あの、じゃあプーさんのコスプレですっつって、うん、T シャツ1枚だけでその辺歩いてたって捕まりますから、絶対。そうだね、うん、なんでそんな格好してんだって、いや、ちょっとプーさんのコスプレですって、うん、ちょっと捕まるわけですから。ハロウィンでそれをやったら絶対捕まる。捕まりますからね、うんうん、行き過ぎてると。あれはだから教育上良くないのかって、良くないってことはないのかって思いますよ。まあ、子供が真似しますよ。T シャツだけです。プーさんの T シャツだけです。まあ、昔のび太くんの真似ってやったもんね。うん、寒い中でずっと。え、ダメだもんね、はい、うん。プーさんの真似ですって。いやー、怒られちゃいますよ、やっぱり。ね。うん、あ、寒い。すげえこと思い出しちゃって。全然関係ないんだけど、はい、今って、はい、今日って、はい、大丈夫だやってね。大丈夫だと、あと J リーグ、うん、あのチャンピオンシップ、はい、チャンピオンシップやってる、うん、だから盆と正月が同時に来たみたいな。そうそうそう、俺らの中では、はい、ダメだよ一番。ひ
どい日ですよ。ひどい日だよ、今日。だから塩じゃなくて。だから皆さん、だからみんな大丈夫だと、サッカー見てるんでしょ。サッカー見てますから。ダメだよ、今日やったら。それは今日はそうなりますよ。ねえ、今日コメントなんか書いてらんないもん、みんな。皆さんよく今日書いてくれたよ、それでも。そうっすよ。ねえ、ありがたいね。コメントなんて書いてる余裕ないはずですよ、ほんと。ねえ、もう今頃多分変なおじさん出てるよ。そうっすね。編集者も編集者もね、かなりな上位にランクインする。変なおじさんだってちゃんと来てますからね。変なおじさん来てんだよね、あれ。あれなんで変なおじさんは変なおじさんなの。誰が最初に言い出したんでしょうね、このおじさん変なんですって。な、ね、だって、もっと言うと、あの、これ反省会だから言うけど、ああ、もっと何だ罪やって言った人が一番変質者だった話もあるから。そうっすね昔ね。ああ、うん、そうっすね。ね、ああ、変なおじさんは、ただの変なおじさんなんですよ。ああ、ね、変なおじさんって、だって今の世の中で言ったら、うん、そこまで本当に変化っていう話なんですよ、うん。まあ、事実は小説よりもきなりじゃないですけど、うん、やっぱ現実世界の方がもっとおかしな人たくさんいるじゃないですか。いるよね。変なおじさんまだおとなしい方だと思う。変なおじさんはむしろ普通かもしれないね。ただダフンだって言ってるだけですから。うん、確かにね。もっと変なおじさんたくさんいますよ。確かにね。変ではないんだけど、なんか特に僕関東にいると、行くとすごい人いるなって思って、むしろなんか尊敬というか、なんというかね、はい、なかなかすごいなっていうのは、はい、あの春日部に行った時に、はい、歩きながら、はい、ずっとあのリコーダー吹いてるおじさんいた歩きながら、あれ、まず歩きながらリコーダーを吹いて何の曲吹いてるか分かんないんだけど、まず難しいよね、多分。そのリコーダーはちゃんとその人ご本人のやつですか。多分、わかんないけど、おじさん。どっかからまた、どっかの女の子の撮ってきた。あ、結構、あの、なんていうの、姿は綺麗にしていらっしゃることで、ただ、明らかに同じ道をずっとぐるぐる回ってるんだろうなっていう感じだった。だどっかに行く予定はないんだろうな。新しいストリートミュージシャンの方。そう多分ずっとリコーダーを、何の曲かわかんないんだけど。だからストリートミュージシャンか、なんか女の子の笛を狙ったちょっと変なおじさんか、どっちかだと思う。どっちかだね。はい、ね。多分ね、多分免疫があるんだろうね、皆さんね、見ないんだよ。ちょっと大輔さん、はいはい、ポロリしてますよ。え、ひとみばあさんの蕎麦屋さん面白いって。マジでか。今ひとみさんが出てんすよ。マジでか。志村けんさんではひとみさんが出てんすよ。いや、それ見たいわ。ひとみさんとあれっすよね、うん、あのノースに出てくるあの人似てますよね。ランコさん、ああ出てランコさん、人の言うこと聞かないって言うてランコさんとひとみばあさん、だってひとみばあさんも多分、うん、モデルの方がいらっしゃるんだと思うんだよ、ね、そうですね。そういう人が多分絶対いるんでしょうね。志村さんは多分、うん、出会ったんだよ、どっか出会ったんだよ。だって変なおじさんもそうなんでしょ、出会った人は。そういうことだと思いますね。実在してる人をモデルに作り上げてるんだよ、はい、ベテランコさんもそうだから。そうですね。実在してる人がモデルだから。だから左手に見えましたのかっていうバスガイドさんだったから。今もう過ぎましたけどっていう本当にいたんだから。だから、そう考えると現実は恐ろしいですね。そんな人がゴロゴロしてるんですからね。うん、多分ひとみばあさんもそうだと思うよ。いや、絶対いるんでしょうね。モデルがいたんだと思うよ。だったか、いたんでしょうね。ね、ひとみと申します。ひーちゃんと呼んでくださいね。いたんでしょうね。いたんだと思うよ。ね、店員さんとかでたまにすごい人とか見るもんね。いますね。すげえなーって。人の話聞かない店員さんもいたけど。まあまあ、いろんな方がいらっしゃいますからね。ねえ、多分そういう人見ばあさんが近い感じなんだろうね、多分ね。ファ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 言ってる人ね。見て見てよ。大丈夫だ、面白いよね。ひとみばあさん大丈夫だって面白いよね、本当。そうですね、大好きだもん。
何年経っても面白いですもんね。なあ。歌が。いやだからね、笑っちゃうんだよな。それこそだから我々のお父さん世代とかはだいぶ憧れなんじゃないですか、志村けんさんとかは。うん、もうイケメンだし面白いしっていうところで。そうだよな。だから志村けんさんに憧れてた人たくさんいると思うんですよね。うん、なんかそういう面白いことを言いたくてイケメンでっていう人たくさんいたと思うんですよ。うん、これでだからまだ結婚されてないじゃないですか、ね、志村けんさん、うん、だから相方の加藤茶さんと、うん、同じく若い奥さんをもらうのかどうかですね。そうだね、うん、いいな、若い奥さんをもらってみたいですねそこに行くの話が若い奥さんをもらいたい。今の我々で若い奥さんってまだあれですけど、うん、まあ、40、50くらいになって20代の奥さんもらってみたりとか、うん、してみたいですけどね。どういう風な会話になるんだろうね。まあ、ご本人さんたちが言うには年齢差感じないとは言ってはいましたけど、うん、実際でも年齢差を感じる瞬間は多々あると思うんですよね。だって絶対ね、うん、今の我々でさえさ、うん、さっき話したさ、いや、熊殺しでウィリー・ウィリアムしか言ってねえんだって絶対言えないからね。そうですね。20代とか10代の女の子に。そ、ね、そんなこと、はっ言われますか。熊なんて殺さねえしって言われますよ。言われますよ。言われますよ。ねえ。向こうからしたらそういうこと変なおじさんですよ。そうですね。熊なんて戦わないしみたいな。ねえ、うん。いや、どんな話すんだろう。だってそれこそプーさんが変質者なんて話だって通用しないですよ、きっと。ねえ。いや、何言ってんの、プーさん可愛いしみたいな言われるって終わりですよ。本当に立派な変質者なのに、うん、うざこられるよね。いかにプーさんが変質者かって話をさっきみたいにしたら、そうしたらうざこられるよね、多分。何言ってんの、何言ってんのプーさんはプーさんだしって言われて終わりです。そうだね。プーエイチ、プーエイチですよ、プーエイチ怖いわ。ウーさんは、ね、その若い、はい、若い子とやっぱり、はい、なんてそういうやがては結婚したいみたいな願望があるの？ないですね。じゃあなんでさっき欲しいってなったんだよ。いや、やってみたいなっていう、経験してみたいなっていう、そうです、そうです、経験してみたい。だから結婚自体はないんですけど、うん、ただその年取った時に、うん、若い奥さんの、うんうん、もらってみたいなっていう、今すぐじゃなくてね。そうですね、うん、っていうふうになったら、だからそれだけ魅力的な年の取り方をしたいなっていうことですね。うん、憧れないですか。だって僕はそれよりもね、国際結婚したいね。ああ、そっちもありますね。外国の方と心を通わせるっていうやつ、うん、そうやったら外人さんだね。なんか年が離れるとかっていうよりは、そっちも捨てがたいですね。何ですかその捨てがたい捨てがたいって何？捨てがたいですね。あなたにはそんなに選択肢があるんですか？それもありますね。そんな自由があるんだ、あなたに。そうですね。選ぶ権利があるみたいになってる。選択肢なんかね、あの異文化を受け入れるそのなんて度量が欲しいし、そうですね、なんか分かり合えるそのなんかね、はい、新しい文化を作るじゃないけれども、そういう中でなんか過ごしてみたいよね。いや、だって僕もね、その外国の方に憧れを持ってた時期あったんですけど、うん、とあるそのなんかアンケート結果みたいなのを聞いてからちょっともう僕はダメだなって思って、なんで、なんで、どんな、うん、まず、うん、世界で見て、うん、女性で、うん、女性がじゃあどの国の女性が一番人気あるか、うんうんうん、でどの国の男性が一番人気あるかっていうのをやって、うんうん、一番女性どの国の女性が人気あるかって言ったら日本なんですって、うんうんうん、で逆に男性の場合、うん、一番人気あるのどこか忘れちゃったんですけど、うん、一番人気ないのって日本なんですって、うん、だから日本人の男女がくっついてますけど、うん、はいはいはい、片や女性は一番人気、うん、片や男性は一番人気ないなんですよ、うん、だから外国の、だからじゃあ一番人気ない男性がね、うん、日本一番人気ないって言って、じゃあ外国の、うん、人に行こうってなったとしても、うん、
日本人っていうブランドは全く通用しないわけですよ、うんうん、ですよ、はい、そこですよ、はい、統計ですよそれ、はい、だからこそ、はい、自分を生かすチャンスですよ。いや無理ですよなんで迷子だったそんなね簡単に言いますけど、うん、いやだから日本人ってブランドなしで戦えるわけでしょ。いや戦いたいけど、うん、戦いたいけどまず日本人じゃないですか。僕なんかザ日本人ですよ。だからびっくりし、僕ザ日本人がそこに挑むっていうロマンがあるわけですよ。でもだから日本語喋ってる時点でまず日本人ってことは隠せないですよ、うん、そうそうそう。でも、だから相手からしてみたら日本っていうふうに、ん、でまずだからマイナスからのスタートですよ。でもしだからそのマイナスからのスタートで勝ち取った時には、はい、なんていうの、その日本ブランドを捨てたもんじゃねえなみたいな目も得ることができるわけですよ。まあできたらね。でもヒーローですよ、うん、まあまあできたらいいですけど、ね、統計ではもうビリだ、うん、だけどここに現実にね、その勝ち取ったものがいると、うん、しかも そいつは風貌的にはザ日本人だ、うん、やれるじゃないか日本人みたいになるんですよ。それもいいじゃないですか。慣れたらいいですけど、確か統計は一番、慣れたらいいですけど実際難しくないですか。実際難しい。じゃああなたはじゃあどういう攻め方をしようとしてるんですか。攻め方、だから統計に騙されない、うん、なんかそのね、うん、形であればそう攻め方とかもないわけですよ。いやだからちょっとパーって膝叩かれてパーって叩かれて、よくなったな俺で膝パーってなってますけど、いい音なったな俺で膝。だからでも実際問題だから難しいですよ。難しいですね。難しいのだからどうやったら落とせるのかって話なんですよ。難しいの、はい、落とせる落とせないの技術じゃなくて、はい、その文化異文化の、はい、その交流の中で、はい、あの頑張って思いで勝ち取ればいいじゃないですか。わかんないですよ。どういう統計では不利ですよ。どういう統計でそうなったのかわかんないですけど、異文化をしちゃった時点でだから日本は弱いんじゃないかと思うんですよ。弱いですね。日本のジャップの日本人はね、その言葉はもうその時点で差別用語なんですよ。うん、日本の男性が、うん、そういう風になった時に、うん、じゃあどうやって挽回をしたら、うん、そのまず男として見てもらえるのかっていうところですよ、うんうん、もうそこ聞きたいんですよ。だから結果で表せばいいじゃないですか。だから後で、いやなんでって聞かれるぐらいで、はい、それで、いやどうしてですかってこうやってなるわけですよ。こうやって、はい、こうやって最終的に、はい、どうしてこんな素敵な女性を手に入れたんですかってなるわけですよ、はい、そうなった時に、はい、ね、来たる何月何日、本を出しますほら結局そっちかほら来たね、タイムラインでね、増殺ですよ。いやそこでだからこれがいけんだったらいいですけど、そんなね、はい、虫のいい話はないんですよ。そんな簡単に言ったらそんな時計出ないんですから、まあ、難しいのを勝ち取ったものにだけ本を出せる権利があるんですよ。そうそう、分かってますよ、ね、だからそれ出せるのかどうかって話ですよ、うん、統計は進め方で変わるので数字だけでは信用度は低いって言ってくれてますけど、うん、ほら、いやほら、だからじゃあ具体的にどうやったらいいんですかって話です。向いちゃったよ、そっちに向いて。ちょっとタイムライン変えた方教えてくださいよ。信用度低いって言うのはどういうことなのかっていうね。そんな、言ったってでもそういう統計出ちゃってんだから、数々の屍がそこに築き上げられてるわけですよ。そう日本人は、ね、うん、だからそんな、じゃあ自分だけが特別にいけるかって言っていけないっすよ。うん、だからいけないのを言った時にはやっぱりそれなりの、まあ、成果っていうものは与えられるんじゃないかな。だからそこは作戦でっていかないんだけど、どういうのでいくのか。いやそれは教えるわけがないでしょうが。どうしてですか。そんな教えないとかみんな、だから全ては、今から1ヶ月ぐらいですけれども書店に並びます。パシャ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 、ね、そこは違いますよ。だから、うん、もうそういうの出さなくても困ってる人いたら手を差し伸べましょうってことになるんですけど、困ってる顔してないんですか。私の目の前にいる人は明らかに今困ってないんですけど。困ってますよ。僕だってその外国人の攻略者だってそいつ10分、はい、5分前さ、はい、選択肢持ってましたから困ってなかった。だから困りますよ。だから
じゃあ外国の方とめとりましょうってなった時に、でも外国の方の攻め方はわからないからそこで困ってるわけですよ。だからじゃあじゃあ言いましょう、国籍別に聞きましょうか。じゃあまずアメリカの方を落とす時のその攻め方というか、最初はどういうふうな切り口でいけますかね。今ですね、あの12月の20日にアメリカン出版から日本はどうアメリカの女性を落とせばいいのかみたいなが出ますので、ぜひお読みください、そろそろ私はこの辺でということで、エクセルさんありがとうございます。レスラー枠なら人気取れるかも、海坊さん。海坊さん、いやほらだからね、僕そうなんですよ、レスラー枠K1 かプロレスかで言われたらプロレス体型なんですよ、僕ね。そうだよね、はい、で、この間も結局タクシー乗った時に運転手さんに空手とかされてるんですかとか、じゃあ柔道されてるんですかとかって言われたりとか、まあ、体つきはだから格闘家のそれですよ。いや、いけんじゃんしたい。だからよくショップとか、まあ最近はもう行かなくなりましたけど、その服とかを買う時にそのショップとか行った時も、だからまずなんかスポーツされてたんですか、絶対聞かれますし。あれだからね、あのアメリカの、はい、あのマジソンスクエアガーデン行ってとりあえず戦ってこればいいよそれを見て違うんですよ、あの私はだから別にねその格闘技を極めたら大地はジャングルだって歌って出りゃいいよ。いや、僕は別に…なんか歌ってんぞ、こいつ。プロレスラーになりたいわけじゃない芸人枠、いやいや、ドラマーだと分かってもらえばモテモテじゃない、焼きミルムさん。いや、ね、そこの話しちゃいますか、うん、いや、それはね、いや、それはもうそうですよ、うん、もうバンドやってます、ドラムやってますで、ライブ見てもらえますってなったら、うん、そりゃそうですよ、見る目が変わりますよ、うんうん、ドラムやってる時はかっこいいですねってなりますよ、うんうん、だから、それは外国の方に通用するのかって話なんですよ。どうなんですか、そこって。ただ確かに僕まだあの外国の方にファンになってもらったことないので、うん、そこら辺ってどうなんでしょうね。でも、うん、音楽的にはアメリカの方にも寄せることはできんじゃない、はい、ね、まあ、あとはそのね、ブリティッシュバーみたいなとことか、うん、その外国の方が集まるようなバーとかの近くで声かけられることとかありますよ、うん、でも外国語で喋りかけるか全く分かんないんですけど、うん、とりあえずだから一回マンハッタンで路上ライブやってみたらいいんじゃねえギターの方法あ、違う路上ライブできんじゃんジャパニーズってオーイケンジャングルだってジャングルジャングルこいつなんかジャングルって言ってるんですこいつなんかわかんないけどジャングルって言ってるんですいや、やってみたらドラム叩きながらね、うん、マスクかぶって、うん、北の大地はジャングルだいいんじゃないそれあいつね、おクレイジーって言われるか、うん、ジャングルって言われるか、うん、どっちかですね、これはね。でも、世界に出るにはいいチャンスだよ、それ。まあまあ、確かにそうです ね。あ、まあまあ、少しちょっと道が切り開けてくるよね。そしたらもう、うん、いっぱいチャンスあるよ。いっぱいかどうかわかんないですけど、あ、チャンスは、チャンスはありますよね。話題にはなるもん。話題にはなるでしょうね。てか話題になりたいわけじゃないです。別に話題に。いや、そこから女性がさ、見つかるんじゃない？ねえ。ねえ。まあ、女性はどう？アメリカの女性はやっぱりどちらかというと陽気な男性が好きじゃない？まあまあ、あとパッションとかですかね。うん。情熱的な。ね。YouTube でドラム叩いてジャングル歌えば世界中で最終再生。ほら来た。ああ、YouTuber になっちゃえばいいんじゃないの？もいや、多分ドラム叩きながらこれ歌うのは多分今すぐこの場でできますよ。いや、ね、はい、それ一回アップしてみよう。なんだ YouTube アカウントあるでしょだって。あります。ほら、一回それアップしてみよう。それで、それからだよだから話は。北の大地はジャングルだってそれを海外向けにアップしてみよう。 PPAP みたいになるかもしれない。まあまあまあ、そうですね。一回やってみよう。キラクタの今、ね、ご覧いただいて皆さんのために1分くらいで、ね、1回1分くらいでいいからちょっとドラム叩きながらやってみて。じゃあそっから考えようよ。めちゃくちゃかっこいいフレーズ考えてる。そうそうそう無駄にかっこいい。無駄にねえ、とりあえずなんか話題になるかもしれないから。そうですね。ねえ、アップだけしてみよう、うん、
そうですね。そこからだよ、やっぱり。ただですよ。ただこれアップして大丈夫ですか？北野隊長ジャングルだわ。セーフセーフセーフ。セーフですか？大丈夫ですか？全然セーフ。じゃあやりましょうよ。カバーじゃないもん。あ、カバーだもん、カバー。大丈夫ですか？ただ歌詞が違うだけだ。完全にセーフ。パクリですよね。セーフだって。カバーとして見られるんだ。自分で演奏して歌ってんだからセーフセーフ。音源何も使ってないからセーフ。大丈夫大丈夫。ちょいと着席。どうもこんばんは、クリックマンさん。ありがとうございます。うん、やってみよう。ちょっとやってみますか。だからそのウィボーさんユーチューバーになるって話。はい。PPAP を超えるって話。じゃあちょっと考えとね、マスクかぶって、はい、大丈夫だよだって。あの、ね、ミッキーマウスとかだってドラム叩いてんだから、はい、そうですね、あえてね、あの、はい、言うならばマスクかぶってるもんだから、そうですね、そんな発言はどうかと思いますけどね。ミッキーはマスクかぶってるもんだって大丈夫ですか、夢の国からなんか言わないですけど大丈夫ですか。いや、それはなんか動画で、YouTube で、はいはい、あの、ゆうごさんがそれを言ったらダメだよ。そうですね、その動画でそれは残しちゃいけないと思いますけど。だって、マスクマンが急に大丈夫だって。私とミッキーは似たようなもんだ、同じマスクだ、みたいな。言い訳をいきなり、話しちゃうとかダメだよ。それダメだよ。ダメ問題になるから、逆に炎上するから。そうですね、逆に炎上しますけど。ただ面白いよ、それやってみようよ。なんならジャングルの新曲作っちゃってもって、うん、ジャングルの新曲ジャングルの新曲っていうね、だから、ね、あのね、ピコ太郎さんがいろんな曲やってるけど、うん、そうですね、そのうちの一曲としてそこまでその北の大蛇ジャングルだがあれば、あとは別の曲やったっていい。そうですね、ね、そのうちどの曲がヒットするか分かんないから、やりますか、じゃあね、うん、いや、ちょっとやってみようよ、それ。海坊主さん、YouTuber って言ってクリックマンさんね、しましょうよ。じゃあまずはそしたらもうどんどん外国からのアクセスがあって、はい、そのうち女性版も来るでしょ。そうですね、ね、やりましょう、来週ドラム叩きながらね、来週アップで急だなぁ。こういうの早い方がいいから。いやいや、そうですけど ね、でも僕だいぶブランクありますからね。いや、でもそれぐらいいや、それぐらいですよ。これぐらいはできます。これぐらいは言いますけど、大地はジャングルだでいいですか、ですね、これでいいですか。ギターのもうあと繰り返せるか、そうそうそう、大地は、ね、あとも止めるタイミング任せますから。切りないんで。まあそうですね、ずっとエントレスでいけちゃいますからね。あの曲切りないんで、いや、もう本当やりましょうよ。じゃあちょっとね、ぜひ近日、うん、アップということで、これは売れるな。そうですね、ちょっとじゃあ YouTuber を目指して、うん、交互期待。ジャスティン・ビーバーさんに教えとこう。そうですね。そうですね。あの、トランプさんの、うん、ね、娘さん。あ、そうそう、あ、ね、孫の娘さんですか、うん、あ、やってくれるかもしれないです。ギターの歌いちゃう。ダンゴーなんか振り付けいるんじゃないの。そうですね、ダンサーの方一人、じゃあちょっと隣で踊ってもらおうかな。踊る。絵的にいらねえな、その踊り。絵的にいらねえな、なんか、まあ、ということでございまして、皆さん、北の大地はジャングルだ、交互期待。どんな出来になるか。では皆さん、ちょっとね、まだまだ寒い日が続きます、うん、ああ、吹雪いてるね、相変わらずね、体調とうとう気をつけて。どんな吹雪方してる。こんな感じです。では皆さん、また来週元気でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。